文章力をつけるための良きアドバイスを教えてください。新聞は、えー、毎朝読みますが、本はあまり読みません。テレビもほとんど見ません。YouTube やポッドキャストを見聞きするようになり、より読書から離れてしまっていますと。うんえー、読書家の方は、日本語力というか文章力も素晴らしいなと感じることが多いので、私も見習いたいと思うのですが、いざ読もうと思うと何の本から手をつけていいのか分かりません。自分は文系,や理文系か理系かと言われたら、まあ、中間 ぐらいかまあ、あえて言えば美術が好きなタイプですと仕事では文章力を求められることが多く文章作成のたびに頭を悩ませています私的な質問で申し訳ありません何かアドバイスあればお願いします40代女性の方どうしましょう伊藤さんあの読むのと書くのは分けた方がいいと思うんですよね<ー>で読む方が先にあるんですよなるほど あの基本的に読んんだことがなないい文章って書けないんで <laughs> そうかもしれませんね。はい、確かにねあの読んだことのない文章を書くのがなんて新しく想像していくのが割と作家とかそういう文章のスタイリストみたいな人なんで基本的には読んだものしか書けないんですよ。なるほど <laughs> なのでまずはやっぱり読むことが大事かなという気はするんですけど、うん、何から読めばいいかわからないってそうですね。うん、あ,のあとは、まあ、やっぱり最終的に書 多分この方のの方ご質問だったら書くのが目的だと思うんですよねそうですね、仕事でそういう機会が多いですよであれば、割と実用書を読めばいいんじゃないですかっていう、同じ書くのものでも、いわゆる嗜好品としての文章と実用品としての文章って全然違うじゃないですか、そうかでよくその私たちの仕事ですごく困る場面っていうのは、実用品としての書類を欲しいのに、妙に文学、うん 作品っぽいものをやられてめちゃめちゃ困るじゃないですか。<laughs> あるある、そうですね。いやいや、そういうんじゃなくてさ、ってとこ,こから始めなきゃいけないじゃないですか。なので、多分、私はその実用品としてのシンプルに言いたいことを伝えるために書くってことが大事だと思うんです。そうですね。で,で、その、ね、そ、そこに何が読みたいのかわからないということであれば、うん、そういうような文章を書くための、 実用書を買ったらいいんじゃないですかそれがだって一番自分のやりたいことに近いじゃないですかうん、うん、もちろんこういうことが知りたいんですっていう知り,知りたいことがあればその関連の本を探せばいいと思うんですけど別にそれはないんです今のところ見,見当たりませんとだけれども、えっと、きちんと仕事で文章を書けるようになりたいんですって言ったら仕事で書,ける書く文章がを助けてくれる本を買えばいいと僕はいいと思いますこれね、うん、本当新聞的な文脈で言うとですよ それこそ高校野球の記事とかでさ、なんかこう、スコアボード越しに真っ赤な夕日が沈んでいったみたいなこと書くやか、うん、本当勘弁してほしいもんね。<laughs> <laughs> そんなことより早く試合の内容を書けよって、うん、今はそれじゃないっていう,、ね、<laughs> そ,うそういう意味で言うと、だからそれも、その場面によってはそれでいいんだろうと思うんですけれども、うん、だけど、少なくとも例えば仕事とかだったら、確かに実用的な文章、それもね、読んだことないものは書けないですからね、をいっぱい読むとか、そういう本を読む。 うん、岡山さん、しかし、なんかあんまロマンのない回答になっちゃったな。確かに。<laughs> 確かに。あなたの意見はどうですか文章力をつける。いや、実は、うん、最近そんな本ばっかり読んでて。どんな本そ文章術本なん <laughs> であなたそんな記事書く立場じゃないじゃない。いもはや書かないんですけど、そうだよ。なんか立場的にそれをちょっとシェアするというか、経験をシェアするみたいな役割を。 与えられちゃってて <laughs> そ自分の経験で書きなさいよ。まあ、そう記事広告とかですね。はい。なんかそういうお仕事をいただくときに、うんうん、まあ新聞社ってどういうトレーニングというか、まあどういうとこを押さえたらいいんですかみたいのが。やそれ役に立つの記事広告ね。って言われて、うん、俺全然それ習ったことなくて。ないよね。<laughs> <laughs> 書いたこともないのなので、まあちょっと。 他者様の知識に乗っかろうと思ってガリガリ読みまくってんですけどいいじゃないどうなのよその中で一番良かったのはやっぱナタリシティトレーニング唐木さんのやつ何ですかそれはあのナタリっていうお笑いナタリーのナタリーですかそうウェブ名で音,、ねまあ、音楽とか有名ですけどんだっけ正式名称で新しい文章力の教室<ー>苦手を得意に変えるナタリシティトレーニングっていうのがあるんですよね すげえまとまってるっていうかねうちの新聞社のデスクこれ読んだこと、ね、<どう> <laughs> いやいやいやちょっとかいつまんでどんな内容なんですかねなんかね取材の準備とか文書の構成とか、うん、なんか多分体現止め使いすぎるとかっこ悪いよとかあとまあ気象転結から始めてそれができて初めてそれを崩す方がかっこいいぞとか、うん、なんか本当にああ確かに確かにっていうやつが全部まとめられてて。<laughs> で、多分、ね、まあ、デスクぐらいの人が読むのは一番いいと思う。文章をこう構成する人というか。うただまあ、ライターが読んでも、えー、気づく場面は多いかなと。まあ、情報量結構多いので、うんうん、あの、書きながらそれを読んで全てにすぐ当てはめられるかっていうと、なんかの時に思い出すって感じかもしれないんですけど、うん 結構読んだ中ではこれが一番まとまったました。ということはあなたはどうやって文章力が上がりますかという質問に対してナタリーさんの本を読んでくださいとこういう回答ということでいいですか最短距離実用的なね。いや時代も変わったというかね本田勝一の日本語の作文技術とかそういうことじゃないんですね。じゃないじゃないじゃない。この人は本当ゼロからこう入った人に向けて超紙み砕いて書いてるんですよね。 あれ読みましたか近藤幸太郎さんの産業で写ってやつ。あれはね、うん、文学です。<laughs> <laughs> まあ言いたいことはわかりますけど、はい、そうね、ちょっとなかなか常人が真似るのは難しいなって感じ読んでね、すげ一番面白かったのは近藤さんの本た楽しかったですね。うんあ、そういうことね。はい、つまり実用的ですよ、と。はい。うん。ナタリ式は読んで別に面白くはないんですよ。はあ、ただ、書いてる職場とこう重ね合わせると、あ確かに これを気をつけてたなとか、うんうん、忘れがちだけどこれやっといたら変わったなっていうのが結構体系化されてるんですよね。なるほどね。まあ確かにそういう本、なんか伊藤さんの回答と重なるところがありますね。やっぱりそういう実用的な本を読んでそこから書くっていうことに入っていった方がいいんじゃないかと。あとね、お手本になるのは、うん、これとは別に伊藤さんが最初におっしゃった困っちゃう系のエッセーの、うん、まあ、 それで極めたいと思った人のお手本になるのは、あの朝日のアンでやってる東京の台所の大平さんのコラムですね。うん、彼女の文章はウェブの世界でのなんか読みやすさとなんかちょっと活字文化のこだわりがハイブリッドにバランスよく同居してるなと。